ありがとうございました。それでは、これより質疑応答に移りたいと思います。はい、デイリースポーツの藤沢です。まずちょっと右手の怪我についてなんですけれど、今どういう状態なのか詳しく教えてください。まあ、コンディションはアンドローどこをファレラストレノイオイオスペロベネノベドローラディディグアリレコミチャレプレパラミプラスケダプロマザート。あのちょっと今日の午後にでもドクターに見てもらって詳しくちょっと調べてもらおうと思ってるんですけども、まあ、あのできるだけ早く治して、マサト選手のカルテをできるだけ早く作れるようにと願っています。折れてはいなさそうなんですか？まあ、non so, il dottore come mi ha detto era quasi sicuro che una frattura, però bisogna fare l'astre。あのまだはっきりとは X 線撮ってみないとわからないんですけれども、ドクターによるとあの非常に高い確率で骨折しているのではないかと言われています。右手のどのあたりですか？ちなみにこれパクテでなのですとか、この辺です。このあたりです。谷川さんからは今おみそか雅人とやるんだったら必ず KO をするようにというふうに言われていましたけど、どう思われますか？Non voglio pensare che è rotto. Io ho detto spero che guarisce presto la mano perché voglio fare la sfida con Masato。とにかくもうあまりこう骨折のことは考えたくないという感じで、一日も早く回復させて、Masatoと良い試合をしたいというふうに、それだけです。ありがとうございます。あの右手はあの聞いたらあのゆうやくん殴ってゆうやくんを KO したときに折れたみたいですね。Sì, mi sono fatto male già con Yuya, avevo già dolore. Dopo ovviamente con Sauer è aumentato dolore。あの山本選手との試合ですでにもう痛みがありまして、でその後サワー選手との試合でそれがさらに悪化したという感じでした。スポーツニッポン2期です。ペトロシアン選手にお伺いしたいんですけど、マサト選手は、完全決着するのに、3ラウンドではなく5ラウンドで勝負したいという話が出てるんですけれども、それについてはどうでしょうか？Non so se dobbiamo fare K1, di solito K1 è 3 round, se no facciamo Muay Thai 5 round. ちょっと分かりませんけども、K1 というのはあの普通は3ラウンドだと思うので、まあ、5ラウンドということであれば、Muay Thaiなのかなというふうに思います。そっちをやればいいのかなと思います。すいません、ライターの荒田です。今現在、マサト選手のカルテっていうのは何パーセントが完成してるんでしょうか？No, no, ancora non ho preparato niente per Masato, però non ci vuole tanto tempo. まだ全然カルテはできてないんですけども、カルテを完成させるのにそんなに時間はかからないです。ちなみに、Masato選手のパンチはあなたに当たると思いますか？そう。Devo fare in modo di non prendere normale.Non posso dire adesso. Quando sarà l'incontro si vedrà. 当たるかどうかはちょっと今言えないですけれども、とにかくそれに当たらないように私はベストを尽くすだけです。あとはもう皆さん試合でご覧ください。スポーツウォッチの勝田と申します。右手は準決勝で痛めたということなんですが、決勝は、右手を、ある程度かばった状態であまり右を出さずに戦ったんでしょうか？ No, già prima di mettere i guanti avevo già dolori forti, però volevo assolutamente vincere l'incontro e quindi non ho pensato al dolore minimamente.サワー選手との試合の前にグローブをはめ直すんですけども、そのグローブをはめる前からずっと痛かったんですね。でもとにかくサワー選手には絶対に勝たなければいけなかったので、痛みのことは一切考えてなかったです。あと優勝賞金は何に使いたいかっていうのをちょっとお聞かせ願いますか？まあ、adesso non ho in mano, quindi quando avrò in mano c'è tante robe da fare。
あの実際まだその金額を手にしてないので、手にしたらいろいろちょっと使い道はあると思ってます。その沢戦をこう痛みを考えないようにして戦ってたということなんですけれども、そういう強い精神力っていうのはどのようにして養われたと自分では思ってますか？Una domanda difficile, non so come spiegarti. O come ho sempre detto, io uso sempre la testa quando combatto, quindi in tutte le cose cerco di usare la testa è fatto per usare, quindi io cerco di usare più che posso. 大変難しい質問なんですけれども、とにかく私は頭を使って戦うということを信条にしているので、まあ、頭を使うことによってその精神的にも強くなれているんじゃないかなと思います。あといつも非常に淡々とされていて、こう一晩徹夜でパーティーをするような姿が想像つかないんですけれど、昨夜はどんなふうにして楽しまれたのかちょっと教えてください。Coi amici siamo andati a mangiare coi amici perché erano venuti i 10 miei amici tifosi, no? Dall'Italia. E quindi abbiamo passato un po' in discoteca così a ballare e divertirci. 今回ですね、イタリアから私の友人たちが10人ほど来てましたので、昨日は一緒に食事にみんなと行って、でその後ディスコに繰り出して、踊ったりして楽しみました。なんか日本人のいい女の子とかいたりしましたか？No, no, erano tante belle, però non ero, ero troppo stanco. 可愛い女の子はたくさんいたんですけども、ちょっと女の子たちと知り合うためにはちょっと自分昨日は疲れすぎてました。ありがとうございます。あ、すみません。マサト選手は日本ではイケメンということで非常に人気もあるんですが、まあ、実際に昨日向かい合ってみて、どういう印象を持ったかというのと、あとペトロシアン選手も、イケメンだと思うんですけども、マサト選手と比べて、どう思うかというのをちょっと。A me piacciono le donne, quindi non è che guardo viso bello di miei avversari, quindi io guardo a lui come un atleta forte, bravo, perché se non era bravo non vinceva due titoli che ha vinto. È stato un campione, però non è più il campione lui. まあ、マサト選手がハンサムかどうかっていうのは戦いとは関係ないので、私はあくまでも彼に勝ちたいとそれだけを思っていますので、まあ、関係ありません。そして、まあ、もはやもうマサト選手は2009年 の, チャンピオンではないです。けどなんでそのIo mi sento, non mi sento più bello di nessuno. Io sono me stesso. そのマサト選手と比べて、マサト選手はいい男なんだけど、あなたはどうですかっていう質問については、いや、私はもう別に誰よりも自分の方がいい男とかっていうのは一切思ってないので、もう自分は自分でしかありませんと。日本で。まあ、半年ぐらい試合をされたわけですけれども、ご自身のこうテクニックというか、どの程度まで見せたと思いますか？まだ要はこう隠されているものがいっぱいあるのかってことなんですけれど、まあ、ovviamente ci sono tecniche nascoste con ogni avversario cerco come si è visto non faccio sempre stessi incontri quindi con ogni avversario cerco didi fare cose nuove. もちろんまだ皆さんにお見せしていない隠している技がたくさんあります。で、その対戦相手によって使う技も違ってきますので、いつもその同じ技を使うわけではないので、まだまだお見せしていない新しいテクニックがあります。こうマックスを見てきて、自分を、まあ、来年
脅かしそうな選手っていましたか？まあ、sono tutti ovviamente forti perché se no non erano in questo circuito, però niente impossibile。とにかくもうこの場に来てる選手たちっていうのはみんなとにかく強いからここまで来てると思うので、ただどんなに強い選手でも、勝てるっていう可能性はあると思います。でどんな強い選手でも、そうですね、自分と戦う良い相手になる可能性があると思います。ありがとうございます。GBR の安村です。昨日のトーナメントなんですけど、何パーセントぐらいの力で制覇したと思われますか？Era usato il percentuale, non posso dire, ho usato il come dire. Ho voluto vincere e ho vinto. Non posso dire come ho usato, quanto ho usato. パーセンテージで何パーセントっていうのはとても難しくて言えないんですけども、とにかくもう絶対に何があっても勝ちたいっていう思いだけで昨日は戦いました。じゃあこの後写真撮影に移ります。準備ができますまでしばらく。すいません、あ、こっち見て。Thank you.